おかえりなさい。来やすいウルトラがこれだったっていうのもあります。世の中厳しいんで自分が成長してへこたれなきゃ家族を守れると思ってそこにつけますね。これ何かで使えるか分かんないです初めての100が島本で、はいはい、それでこうなんか確かに単調なんですけど、帰ってくる時の夜景とかスカイツリーがお帰りって言ってるみたいな、こう夜景が、はい、あと最後提灯の、はい、あのロードを帰ってくる時にこうお帰りなさいって言われてるあの感動が欲しくて。38号線です。トンネルが外です。お願いします。頑張ってください。ちゃんとしたコースで走れることが本当に嬉しいですわありがとうございます。あっつい。一度ちょっと走ってみたかったんで、はい、どうですか今走り始めて。いやもうもういっぱいいっぱいで何も考えられないです変態なんじゃないですか多分みんな変態です。お疲れ様です。どうですか。はちみついかがですか。はちみついかがですか。どうぞどうぞ。岡松さんのはちみつです。美味しいね。ありがとう。もう一個。それは不思議ですね。完走できたり記録が更新できるとやっぱ達成感がね。これちょっと見てください。うちのチームは、はい、おー、ズバリその答えは。いや、これやるしかないです。これをやるしかないこれをやればわかります。これをやればわかる。あ、でも先輩を、下校なんですけど私はジンジャーエールで。なんででしょうね。最初は食べて飲みたかったから走ってたんですけど、多分ゴールした時のやったっていう達成感ですね。一番最初に帰ってきた6時間46分6時間10分。岡山選手お疲れ様でした。そして帰ってきた調子のトリプル。
域で非日常って得られるって、しかも普通で体験できない非日常を得られるって、これなかなかないと思うんですよね。お手紙そこに道があるからですかね なんで年に1回ぐらいはちょっと辛い思いをしないと、うん、なんですかね、これが僕のマラソンのモチベーションみたいな。お、柴又がなかったらもう走ってないな。なんかプルのその先を見てみたいって、それだけで辛いけどきっといい思い出になります